山の水族館は北海道北見知るべしべ町のンネ湯温泉にある淡水魚の水族館、北の大地の水族館とも呼称される。大雪山のふもとに立つ水族館で淡水魚を展示している。前身の山の水族館、郷土館は集客源が続き、2012年のリニューアルでは3億円、余りの予算が提示され、これを受けて水族館プロデューサー、 中村元が新しい水族館を監修した。世界初の川が凍る水槽や日本初の滝壺水槽などが作られ、リニューアルして半年以内に前年比数倍の入館者を集めた。巨大糸を群れで飼育したり、温泉を利用したりしている。また、水族館の温泉水は魚の成長を早めることが確認されている。山の水族館、郷土館は、 1978年4月29日から2011年11月6日に大雪山のふもとに設置された公立水族館で強度館を併設していた。山の水族館は当時のルベシベ町長が海に水族館があるのは当たり前。山にでも川には淡水魚はいる。山に水族館があってもいいのではと観光開発の意義を述べ。 コンピュータソフト会社から転職した臨時職員が北海道外の水族館を視察し山の水族館のコンセプトを北海道の淡水魚を収集熱帯魚も扱う温泉水族館と企画しルベジベ町が建てている以下は北見市の案内である北海道内に生息する約50種類の淡水魚を集めた全国でも珍しい淡水魚の水族館 中でも圧巻なのが、幻の魚と呼ばれる、日本最大の淡水魚、伊藤。巨大な伊藤が50匹近い群を、なし悠然と泳ぐ様に、北海道の雄大な自然を感じずにはいられません。併設する温泉水族館では、巨大なマズやウーパールーパーをはじめとする世界の、珍しい熱帯魚も見ることができます。また、郷土館では、開拓時代を忍ばせる森林鉄道、 村落などを再現したジオラマがも物。マルチスクリーンでは大きな画面いっぱいに映し出されるルベシベの四季や動植物の姿を通してこの街の多くを知ることができ旅の楽しさを倍化してくれます。ルベシベ自治区訪ねてほしい観光スポット2011年2月15日北見市ルベシベ総合支所産業オン音湯温泉は高度経済成長とともに団体客を集めて賑わい。 水族館開館の1978年に入館者は5万人を超えた。児童の社会見学施設としても利用され、開館後6年の間、年間4万から5万人台の入館者を維持していた。後に水族館の周囲には、道の駅温湯温泉が整備された。道の駅の建物や付属施設の館、 グリーンプラザオンネイユなどが建てられると、水族館はそれらの陰に隠れた。また、山の水族館、郷土館は、陶器館は、気候が厳しく、客足が落ち込むため休館していた。開館後、数年経つと入館者は減少傾向となり、水族館前の広場に、世界最大級のカラクリハトと系統が完成した1996年には、 入館者4万5000人台に回復したものの、98年以降は2011年の閉館まで2万人台に落ち込む。また、水族館のそばにあるオンネイ温泉街は賑わいがなくなり、ホテルや店の廃業も相次ぎシャッター通りとなった。水族館の経営も年間200から300万の赤字であった。赤字続きで危機的状況となり、 リニューアルを計画された。ある職員は2006年に、オンレユの道の駅や山の水族館から新北見市の観光資源を発信する工夫が必要と述べている。また、当時から勤めていた別の職員は、リニューアル後の取材で、この頃の展示手法は水泳プールのような薄水色の水槽の中で魚を泳がせる展示であったと述べ、また、面白さがなかったとも述べている。 一方、リニューアルに関わった北見市職員は、北海道開拓記念館だって月何千人の世界。名も知られていないミニ水族館としては、入館者が来ていた方だったと、辞表する。また、北見市職員を取材した朝日新聞も、当期休館する施設としては、検討していたと、報じている。山の水族館、郷土館は、2011年11月6日に、老朽化や、 集客源などの理由で一旦閉館した。道の駅内にカラクリハト時計等などの施設ができて、水族館が建物の陰に隠れてしまったこともあり、道の駅内で国道側に数十メートル移築することになった。そして国の町づくり交付金を活用して移築工事が実行され、2012年7月7日、新たな山の水族館へとリニューアルした。 山の水族館の建設費は当初の予算は約2億5千万円だったが、後に地元の支援を受けて約3億5千万円の予算となった。取り壊し費用、イベント費用などを合わせて、総事業費は約4億4千万円である。また、旧山の水族館、郷土館はルベシベの街の歴史を紹介する郷土館を併設していたが、 一区に際して廃止となっている。北見市は水族館の職員にできるかどうかは別として好きなように希望する図面を描いてほしいとアイディアを募り職員はアイディアを作った。また水族館の職員から会議の際にこの先生を呼んでほしいと相談され提示された人物は水族館関係の著作物によく名前が出てくる水族館プロデューサーの中村元であった。 2億5 0 0 0万円という水族館にしては、定額の予算であるため、役所内で異論のある中、職員が中村に頼みに行くと、案に反して快諾された。中村が加わった後に行われた、水族館のリニューアル検討の勉強会で、中村が講師として語った助言は以下である。公共の水族館は建物にお金を、かけ失敗していることが多い。 水族館のお客は建物を見に来るのではなく、展示水槽を見る。どう見せるか展示の工夫が大切。水族館は大人が8割、動物園の大人ご、子供ごとは違う。大人が魅力を感じない、水族館は失敗する。水族館には、魚よりも水海に癒しを求めてくる、温音湯温泉、山の水族館をくとした、 地域再生北見市ルベシベ総合支所2010年9月に設計業者が決まると中村はしばしば会議や打ち合わせに赴きまた電子メールでも詳細なアイディアを語ったそして中村は次のように発言した建物は D 型ハウスでも倉庫でもいい展示水槽に金をかけよ水槽は特徴的な大水槽3つがあればあとはいろいろいらないオンネイ温泉 山の水族館を核とした地域再生北見市ルベシベ総合支所他に水族館の現場職員から小さな展示水槽もいろいろ欲しいというリクエストやルベシベ総合支所からルベシベは木材の街、ぜひ木造でなどの意見が出て調整がつかないこともあった。最終的には監修者の中村が描いたレイアウト図を基調に基本設計が出来上がった。 基本設計とともに町づくり協議会に報告された中村の提言は以下である。1、北見の水族館の独自性を最大限に作り出す。二、大人をメインのターゲットにする。3、展示水槽にメリハリを持たせる。山の水族館改築基本設計の概要を北見市、ルベシベ総合市所建設段階でも中村元は現場監修にしばしば訪れ。 事業費の切り詰めのために、水族館機能の根幹を除いて、役所の担当課や施工業者がア然とするほど、使用や設備などのグレードを落とした。報道では、以下のように表現される。壁の板を薄くしたり、施設の裏側は裸同然のままにしたり、化粧板を使わず、塗料を塗ったり。そんな工夫で3000万円削った。水槽の高さや配置、展示方法など、 中村さんや職員から次々注文がつき、設計業者が音を上げたほどだった。朝日新聞デジタル2013年4月3日、北見市民も建設費の削減に協力し、義木は高価なため使えないので造林業者が原木を提供したり、展示される池の河川林の草木植栽を職人がボランティアで行ったりした。四季の水槽の石積み作業は、 水族館の現場職員が自ら言った。山の水族館という名称は1978年の開設以来用いられるが、報道では、このユニークな名前は、淡水に住む魚だけを集めているからと紹介されている。当初、リニューアルの際に、水族館の名称も新しく、オンネユ水族館などに切り替える予定であった。オンネユ水族館は、新聞にも報道され、 中村は北の大地の水族館を事案として市民らに提示していたが結局は地元議会の産業経済常任委員会の議員らが地元に馴染んだ名前を消すのかと主張したため古い名前のままとなった中村元はテレビ受けや集客数を気にしてこの名称を魅力が薄いと指摘しているが地域住民らの愛着もありそのまま用いられている通常は 水族館の回収には数十億円かかる。山の水族館がおよそ3億5000万円でリニューアルできた理由について、この水族館のプロデュースをした中村元は地下水が大量かつ綺麗なことを挙げている。水族館の地下水はリニューアル前から水量が多く、そのまま水槽に流し込み排水できている状態であった。また通常は水量が多くなれば、 ろ過装置も大きく効果になるが、この水族館の地下水は清涼であるため、ろ過装置がなく、リニューアル前はゴミ取りのガーゼをつけただけであった。よって、通常は予算の約半分を使う水族館の心臓部である、ろ過装置は、この水族館では必要ないと考え、低予算かつ、日本の川水槽にしては、異例の大水量の水族館で建築できるとの判断につながった。 著名な水族館を改修したことで知られる中村が、ボランティアでプロデューサーを引き受けた理由について、北見市は内緒と発表している。当初、建設費は2億5000万円が提示され、中村は建設予算が少なすぎることを理由に、水族館移築を諦めるように促したが、交渉相手の水族館職員から、町の活性化につなげたいと説得され、 たとえ負け戦でもベストを尽くそうと思い直し、お互いの意見が一致した。リニューアルした館には、屋外にある川の水面下を断面図のように観察でき、冬は水面が自然に凍る世界初の川が凍る水槽、日本初の滝壺を下から見る水槽、日本最大級の天然伊東大水槽など21個の水槽がある。改修は複数の水族館で、 行動展示を実施した実績のある水族館、プロデューサー、中村元がプロデュースした。中村は、水の中にいるような水中感と浮遊感自身が水海と呼ぶ、水の塊を感じることや、行動展示ないし、自然のままとも表現される生き物を動かすことの二つにこだわった。加えて、総工費約三億五千万円という予算に合わせて、建設費の削減に努め、 自身もボランティアで制作、監修を行い、淡水水族館としては、日本最高の水海を誇ると自負する施設を、プロデュースした。また中村は、川の展示における水海としても、日本書と考えている。館は2012年に改装し、各種報道で取り上げられ、冬でも客足が衰えなくなった。海館当初の目標は20万人の集客であった。 2013年2月、毎日新聞は入場者が17万人を超えたと報じた。同月に NHK は山の水族館を北海道で人気急上昇のスポットとして、その人気の秘密は自然界での魚の暮らしを普段は見られない角度から見られることだと報じた。また、東京大学のロバート・キャンベル教授は日本テレビ番組内で、 リアリティを求めている今の世の中に通じている。と述べている。2013年4月に朝日新聞がまとめたところによると山の水族館のリニューアルはテレビで30回以上取り上げられ全国放送も10回以上生中継された番組もあったとメディアを活用して客が殺到している様子を伝えた上で爆発的なブームとも言える現象と表現している。また 同4月13日に NHK は、新総オープンからおよそ9ヶ月で、前年度の10倍の20万人に達したと、全国放送のニュースとして報道している。年間5万人の入館者を見込んでいた北見市は、よそ、この4月単月の入館者数は22,519人で、あるが、ゴールデンウィーク前半の4日間は8,741人。 後半は22,599人となった。5月3日には、1日の入館者は、水族館創設以来初めて5,000人を超え、翌4日は5,800人、翌5日は6,013人を記録している。また、地元市は、同年5月のゴールデンウィークについて、入館を待つ長い列があり、身動きが取れないほど賑わったと伝えている。2012年7月24日に、 集客が2週間で2万人を超えたことについて、中村は、建設費わずか3億数千万円での集客は、費用対効果が最高の水族館と述べている。また、大人の有料入館者率が87%と、効率なのを、近年の新しい有名水族館を上回る数値、とした上で、大人向けの展示である、水海の展示が効果を上げたと評した。加えて、 山の水族館では、冬季休館をしないことについて、オン湯温泉は20世紀末から過疎化が進み、大通りもシャッター通りになっているが、水族館の単体としてだけではなく、町づくりを手伝いたいと述べている。中村は5年後の安定的5万人維持を目標に掲げている。北見市がシンクタンクの北海道21世紀総合研究所に依頼して試算させたところ、 北見市るべしべ町温礼湯温泉にある山の水族館が改築した2012年7月から2013年3月までの約9ヶ月間に25億6000万円の北見市内の経済波及効果を起こしたという結果が2013年3月に出ている集計によると山の水族館は2012年7月から4ヶ月間の入館者数が前年の16.3倍となり 隣の郷土品販売のカムリンの館の来館者数は3.26倍になり、オンネイ温泉の宿泊客数は2012年7月から9月、前年同月比がマイナスから15から19%のプラスに転じている。旧山の水族館、郷土館も新山の水族館も巨大糸をはじめ、北海道内に生息する淡水魚のほか、 温泉水を利用して熱帯魚を展示する日本でも異色の水族館として知られ、北海道内の淡水魚を中心に世界の熱帯魚も含めて50種類以上が飼育されている。旧館では2000年には達度式年として海水魚の達の落としを飼育することもあった。山の水族館へのリニューアル後も飼育種はほぼ変わらないが、前述の通り川の流れの再現や 水面に氷を張らせるなどの生態展示を行う。そして展示は大きく、北海道の森と川エリアと世界の熱帯魚エリアの2つに分けられている。また、山の水族館の地下水は毎分200リットルの水量が計画されている。この水族館のリニューアルをプロデュースし、世界初の川が凍る水槽を発明した中村によれば、この地には豊富な地下水、 厳しい寒さ、魔法の温泉があるとし、地域の温泉と自然をマッチさせれば、小さな水族館でも大きな魅力を持たせられると判断し、その特性を活かして水族館を作っている。また、中村は、日本初の滝壺水槽、記念撮影ができるアーチ型水槽、金魚の万華鏡型の水槽、2つの水槽で構成する景気型水槽などを考案、発案したのは、 水族館職員だとも述べている。リニューアルで設置された北の大地の四季の水槽のことである。北海道の激流に生息する魚類を展示したもので、ルベシベ町の向川をイメージしているという。水槽の川には、オショロコマや、ヤマメ、ニジマス、ブラウントラウト、アメマス、ミヤベワナなど6種以上の淡水魚が展示され、氷の下をゆっくり泳いだり、 川底でじっとしていたりする姿が観察できる。1月の平均気温がマイナス9.6度で、厳冬期には最低気温が低く、摂氏20度以下になる屋外に設置されている。普段は流れている川が厚く全面結氷する様子が観察でき、水族館はこれを世界初、世界唯一の展示としている。中村は、館には、山目やマスといった一般的な魚しかいないため、 魚での集客は不可能と判断し頭を悩ましていたが、音霊温泉の隣のつるつる温泉で露天風呂に入浴した際、体は暖かいのに髪の毛が凍りついた体験をし、この地の自然を用いることに着想を得た。穴を掘り、それを館内からガラス越しに見られるようにしただけの屋外の展示になった理由を北見市は予算の低減化のためとしている。 その一方でルベシベは北海道でも寒さが厳しい地方と知られ、中村はそれを誇りや冬の魅力、武器にすることを思いついたとしている。超玄関というこの特性はどこにも真似できない本州の水族館で冬を再現するには巨大な冷凍設備が必要と中村は言う。テレビ東京のニュースモーニングサテライトは弱みを強みに変えるという逆転の発想と報じ、 町の活性化にもつながっていると報じている。この水槽の激流は、豊富な地下水と、ドイツ製の、すごい流れを作り出すポンプにより実現された。中村によれば、露過の必要のない土を掘り当て、豊富な地下水が手に入り、北海道の淡水魚なら循環露化の設備が、必要なくなり、その分経費が削減できたと説明した。一台で、最大3.3メートル毎秒の流れを作り、 生流機能で5メートル先まで水流が届く、気流ポンプを使うのは、川の水をすべて凍らせないためであるとしている。水槽の底の多数の医師は、水族館の職員自ら収集し、すべて手洗いして敷き詰めている。その成果もあり、魚の産卵行動も見られている。開館最初の2012年には、この水槽が世界で初めて完全に結氷する日を当てるクイズも行われ、 結果は2013年1月18日だった。この地方の川は5から6センチは凍るというが、この時期にしては暖かい気温のため、氷の厚さは2センチ弱であった。水族館職員はガラス面が凍りつかぬように、玄関機でも水槽に潜ってメンテナンスをしている。屋外展示は水辺には草と樹木が育ち、季節ごとに変わる。春に芽吹き、夏は茂みを形成。 秋には紅葉し、冬は積雪シカーが凍るといった北海道の軽半輪の光景が見られるように設置されている。リニューアル後の山の水族館は生命がきらめく滝壺という水槽が水族館の展示の最初にある。日本書とされる滝壺を下から見る水槽である。豊富な地下水により大量の水を強力なポンプ3台で送り込んで滝壺を形成し、 滝壺の水中光景を下から見上げる半ドーム上で長径7メートル、短径5メートル、深さ約2メートルの楕円型をした水槽を用い、激流に逆らう魚の展示を行っている。ベニヤ板で滝の水量を調整することにより、コストを削減している。構想段階でドーム型のトンネル水槽を水族館職員に熱望されたが、当初、中村はドーム型水槽は、 経費がかさむと考えていた。その後、半ドーム型にすれば製作費も、流水量も抑制できるとひらめき、実現した。中村が床に座って見られるようになっていると紹介するように、下から見る構造のため、泡立つ水と魚の腹を頭上に見ることになる。中村は、滝壺の主になった気分で鑑賞することを進めている。また、中村は、義眼にこだわり、 この水槽でも、ギーワの監修に力を入れている。ギーワに、中村独自の色付けをし奥行き感を出した、この水槽の制作過程をブログに公表している。伊藤を展示する大水槽伊藤は1978年の開館時から飼育されている。リニューアル後は、大きな伊藤40匹ほどが展示される長径7メートル、単径5.5メートル。 深さ1.9メートルの大型大塩水槽があり、魚が傷つかぬように突起物をなるべく排除している。中にいる伊藤は各地の水族館に見られる養殖された伊藤ではなく、川から取ってきた天然物である。伊藤は体長が1メートル級になるのに約15年かかり大きくなった伊藤は顔が歪に崩れる。しかしこの水族館では顔が美しく均一が取れている。 そのため、魚体の大きさや健康でも、天然産の頭数でも、日本有数の水槽となり、水族館プロデューサーの中村は、最も巨大で綺麗な藤を見ることができると評する。水族館では1メートル長の藤を20頭以上、飼育するが、この規模は、日本最大と考えられている。STV は、これだけの数の1メートル級の藤を育てている。 水族館は日本でここだけと紹介する。展示されている伊藤この水槽は、伊藤の展示水槽としては、日本最大で50トンの地下水で満たされている。この地の地下水は、透明度が高いため、その分水槽を大きくできて、ろ過装置はいらないので建設費の削減も行えた。水槽の背景に沈められた伊藤の隠れ家となる。 巨木はコスト削減のため義木ではなく地元の林業会社による本物の白樺の根である。提供時に生木だったため半年ほど池につけて樹液を落とし、大きすぎるため水族館の屋根を取り付ける前に納入した。また、職員が自らそこに敷き詰める石を探して自ら敷き詰めたという水槽はこの水槽のことでもあると中村は紹介する。 職員が運び込んだ館内の石は、総量で4トンに達し、工費の削減となった。この水槽は、地下水をそのままかけ流す方式のため、水が冷たい時期は、伊藤の動きが鈍くなったり、雪時計時期は、水が濁り、透明度が低くなったりする。また、水族館職員によると、春になると、伊藤は、体が赤くなり、産卵が見られる可能性もあると紹介する。 アルビノイトリニューアル前の2001年にアルビノの伊藤が伊藤の人工繁殖の研究をしていた北海道大学北方生物研フィールド科学センター七井炭水実験所から提供され展示されていた人工孵化のアルビノ伊藤では世界初の展示である2007年に水族館に来た中村は幻の白い伊藤を、かなりでっかいと表現しているリニューアル後は 川魚が川の変化に合わせて遡上する習性を利用して、渓流をジャンプして遡上する、ヤマメ、オショロコマ、ウグイを展示する水槽もある。渓流を模した水槽に川魚を飼育し、約15分または20分ごとに水位を低くする。水量が減ると、川魚は川の上流へ勢いをつけて、段差を飛び越える、遡上を始める。この水槽において、ヤマメが主となっているのは、 オンネ湯の魚をすべて試して、山メが最も積極的に遡上するからだと、水族館職員は説明する。酒科の淡水魚類が遡上する水槽は、日本初展示である。だが、リニューアル作業中は、魚が飛ばなかった。そのため、魚が実際に遡上するよう、魚種の剪定のやり直し、水深、川底の形状、流れの強さなどの調整を繰り返し、 水族館職員が休館中に3ヶ月を超える実験・研究をし自然な姿を再現できる水流と勾配を導き出してオープン直前に完成している。この水槽は水族館職員が企画したが当初中村元には反対されていた。しかし水族館職員が人々を喜ばせる水槽を作りたいと作った。職員は 埼玉県にある議員は制作会社へ行き、細かい助言を行っている。後の取材で、最も制作に苦心した水槽だったと職員は、述べている。1978年の開館時から、山の水族館は、温泉水で熱帯魚を展示する、日本唯一の水族館であり、新熱帯区の川という展示があったり、東南アジアやアフリカの熱帯魚を飼育していたりする。 水族館は地元の温泉水で飼育すると魚が早く成長し大きな個体になることからこの温泉水を魔法の温泉水と表現している。ピラルクルが通常の2から3倍の速さで育ったという報道もある。館のバックヤードはビニールハウスのため水中に日光が差し込み魚は日光浴しながら過ごせる。日光浴で色がくっきりして綺麗になると やかたは説明した。ピラルクーや、レッドテールキャット、タイガーショベル、コロソマ、ガーがいる水槽は、この水族館で2番目に、大きな水槽で、幅5メートル奥行き3メートル高さ1.5メートルである。世界の熱帯魚エリアは、温泉水をタンクで運び込んで、カウント循環ろ過方式で運営している。熱帯魚のエリアでかけ流し方式とならなかったのは、 加温の熱エネルギーの無駄を避けるためである。2012年12月、北海道電力による計画停電への懸念から水族館は、停電で水温が下がって熱帯魚が全滅しないように、非常用発電機の導入することを決めた。廃魚2012年まで飼育されたアフリカ廃魚は、大きな個体で、日本と世界の150カ所の水族館を見てきた中村が2007年に、 ブログで簡単な声を表し、2012年には胴回りが大人の太ももより太くなっており、間違いなく日本最大、日本一の超巨大廃魚と表現した。体長は1.7メートルあり、日本最大と言われていた。事業者の北見氏もアフリカ廃魚の大きさは特筆に値するとプレスリリースで紹介した。この廃魚が大きくなった理由について中村は、 他の熱帯魚も大きく育っていることから、温熱湯の豊富な地下水と良質な温泉水により病気せず育つからと説明している。この水族館で18年ほど飼育されたアフリカ廃魚はリニューアルした1週間後の2012年7月14日まで生存した。年齢は推定20歳であった。この廃魚の死について北海道新聞は水族館のシンボルと報じ。 寿命であることを伝えている。また、中村元は、巨大伊藤の群と並ぶ、ピンでの大スターだったとブログに掲載している。この配慮の死は、全国版のニュース番組でも伝えられた。スターであった、この個体は後に魚宅となり、水族館の壁面に展示された。リニューアル後の水族館ではイベントなどの際に、飼育する大型魚に、名前さを与え、捕食する様子を、いただきます。 ライブや行動展示パフォーマンスとして、伊藤の大水槽やアマゾンの大水槽で行っている。来館者アンケートで餌を食べるところが見たいという声が多かったため、行動展示の一つとして始めた。この企画者の中村は、魚類が魚類を捕食するプログラムは日本で行われておらず、捕食の瞬間にその生物の特別な能力を目の当たりにできると、命をいただくということへの理解や、 食物連鎖の理解の大切さを解き、食育プログラムであると解説している。このプログラムでは、餌として体長15から20センチメートルのニジマス、数十匹100匹を水槽に放ち、大型魚がそれを一気に飲み込む様子が観察できる。水族館の担当職員は、生きるために力を振り絞る姿を見てもらいたいと語り、命のありがたさ、命の大切さ。 命と命のつながりを再確認していただきたいと解説する。この行動展示について、STV は決して小ではなく生きた勉強になるのではないか。また、魚たちの命と命のつながりをも見せることは山の水族館の理念だと報道している。山の水族館の新熱体育の水槽には中村元が魔法の温泉水と名付けた地元の温泉水を使う。 水族館もそう表現した上で、還元力の高い温熱温泉水で魚を育てると、成長が驚異的に早く美しく育つとし、さらに熱帯魚の大きさと美しさが特筆に値するとも紹介している。また、中村は、地下水は透明度も高く雑菌も少ないので魚を美しい。旧、山の水族館、郷土館も、新、山の水族館も、 昔から温泉水や地下水を利用している。2011年には、魚の飼育に、温液温泉郷の温泉を利用しているということで、NHK は、ぎょっとするほど温泉ざんまいとタイトルして、館のバックヤードで温泉浴をする魚を取材した。寒さが厳しいルベシベでは、温泉利用が行われ、水族館も高熱費の節約に温泉水を使用する。NHK は、冬を 温泉水で飼育された魚たちは気持ちよくて食欲が増すのか通常の2倍近くの大きさに成長すると伝えている。別のテレビ番組では巨大魚だらけの水族館、金魚も半年で10センチ以上に成長したと放送している。2013年のテレビ朝日の報道ステーションでは地下水で育った熱帯魚と温泉水で育った熱帯魚の成長を比較したところ 温泉水で育った熱帯魚は巨大化していたとする結果を報道している。この温泉水について、読売新聞は2006年に、溶養分を含まない温泉を引き込んだ水槽の保養効果は抜群だと報じ、魚の食欲も増進していると伝えている。2012年10月の STV では、ピラルクーが通常の2から3倍のスピードで成長することを伝え、 温泉水の効果は調査中と報道している。また、2012年の北海道新聞では、魔法の温泉水と銘打った上で、過去、旧、水族館は、約6キロの距離の滝の湯の越冬施設に、休館中の陶器は魚を運び保養させたが、リニューアル後は2000リットルのタンクで、ルベシベ町滝の湯の冷静を運び、飼育に使うと報道している。さらに、 2013年の毎日新聞は、温泉との因果関係は不明としながらも、昔から、温湯温泉は、怪我ややけどに効くとされ、戦前には、旧日本軍が、湯治場として使ったと報じ、魚の肌つやが良くなることから、人間の肌つやにも効くと考え、科学的に証明されることを期待した。同年の産経新聞は、魚が美しく成長が早いことについて、 音音湯の温泉水は酸化還元電位の数値がとても高いための影響と報道している。ありがとうございます。